東京新聞文芸部記者の田中と申します。よろしくお願いします。193センチの大谷翔平です。足が長すぎてすいません。将来は足長おじさんを目指してます。今日はよろしくお願いします。ドジャースブルーのユニフォームを着て約3ヶ月が経ちます。今年は打者に専念するということで、ホームラン、打率、長打率、OPS 各部門に上位に食い込んでいますが、ズバリライバルの選手がいたら教えていただけますでしょうか。ライバルですか。そうですね、特定の選手の名前を出すのは控えたいなと思っているので、そうですね、まあ、シーズンが終わった時に結果を見て、あ、この人がライバルだったんだなとジャッジしてもらいたいなと思ってます。ヤンキースのジャッジ選手。そういうつもりじゃないです。そうですか。さて、3月の開幕戦ソウルシリーズに始まって、ここまでを振り返っていただきたいと思います。まずはエンゼルス時代の赤からドジャースブルーへ、完全にブルーに馴染んできたように思いますが、いかがでしょうか。そうですね、ドジャースブルーのユニフォームを着て韓国での開幕戦見事勝利を飾れて、そして韓国の海沿いに行ってオーシャンブルーを感じて、でもその後すぐにまさか気持ちがブルーになるとは思ってもいませんでした。それはあの出来事ですよね。その件にはちょっと触れないつもりでしたが、いや、まさかご自身からね、そんな発言があると思いませんでした。まさかドジャースブルーを着た山本由伸投手があんな滅多打ちになるとは、本当に気持ちがブルーでした。あ、そっちですか。なるほど。由伸といったらもう侍ジャパンのエース、日本球界の宝、そしてドジャースでは現在6勝を挙げてます。ドジャースでもエースです。そんな由伸があの開幕第2戦でパドレス戦でめった打ちされて、ワンアウトも取れずにボコボコに打たれて、今でもあの試合は何だったのかなと不思議に思います。つまり開幕戦で見事勝利を飾ったドジャースでしたが、試合終了後に監督、選手、コーチ、指導陣が集められ、球団からあの例の件について衝撃的な発表があったと。その翌日がメジャー初先発の山本由伸投手だったと。あれは本当にかわいそうでしたね。もしあの状況で僕も先発しろって言われてたら、由伸と同じようにボコボコに打たれてたと思います。つまりその一平さんの一連の件が球団から報告されて、チームのムードが最悪な状況だったと。その件に触れるんですか。僕の口から一平さんの件についてはあまり語れませんけど、そうですね、僕があの開幕戦2番指名打者で頑張ってる時に、まさか一平さんが指名手配になりそうになるとは思ってませんでした。一平さんとは日ハム時代からもう10年以上共に歩んできた、まさに相棒という感じでしたけど、その相棒が泥棒だったんです。本当にショックです。通訳だけじゃなくて車の運転もしてくれましたし、キャッチボールの相手もしてくれて、僕より10歳も年上なんですけど、ちょっかい出したりからかったりしてもいつもニコニコして、あの癒し系の笑顔、僕にとっては一平さんは本当に天使のような存在でしたが、気づいた時にはペテン師でした。一時は大谷さん自身も賭博に関与していたのではないかという疑いがかけられましたが、僕は、ギャンブルには一切興味ありませんし、今後も、絶対にギャンブルをやるつもりもありません。それはかけてもいいです。かける。かけごとはダメですよね。一平さんについては本当にしっかりと罪を償ってもらって、聞いたところによりますと、禁錮刑6年と言われてますので、まあ、その後日本に強制送還、もしかして一平さんのことですから、大阪に住むんじゃないかなと思ってます。なぜ大阪なんですか。今から6年後、2030年に大阪にカジノができます。懲りないですね。まあおそらく大阪のカジノのアンバサダーにでも就任するんじゃないですかね。であとはそうですね、ギャンブル依存症の方々の講演会なんかで引っ張りだこになって、まああわよくばあの某大手製紙メーカーの御曹司の方とコンビ組んじゃったりして、あわよくばこう漫才コンビなんて組んじゃったりして、
まあね、あわよくば、まあ、M1 なんか出ちゃったりして、その時のコンビ名は「いただき男子」とか言っちゃったりして「翔平そんなこと言うのやめてくれ!」一平さん、水原一平です。ちょ聞いてないですよ。東京新聞の記者さんじゃないんですか。文芸部の皆さん、どういうことですか。これ何ですか、この無理な展開。いつも一緒にいたかった、隣で笑ってたかった、翔平はまだ稼ぐのに、どうしてこうなったんだ。お金ちょうだい。おい、この後に呼んで何言ってんですか。一平さんだってウーバーイーツ頑張ってんじゃないですか。あれもクビになったんだよ。出会った頃の写真にははにかんだ笑顔、ただ嬉しくてこんな日が来ると思わなかった。ギャンブルもやらない一平さんを信頼してた。欲しいよ You are money 翔平のお金借りたくて、消せないアドレス M のイニシャル、水原だけにプリンセスプリンセスの M からお届けいたしました。水原一平物語ドラマ化、乞うご期待。ドラマ化なんて絶対に絶対にデコピンが許さないぞ。